大宮市は埼玉県南部に存在していたし、東京都特別区部への通勤率は26.7%、浦和市への通勤率は5.5%。市政施行前は北足郡に所属していた。2001年に浦和市、与野市と合併し、埼玉市となり廃止。2003年同市の政令指定都市以降、区政施行に伴い、おおむね旧市域にあたる部分が西区。 北区、大宮区、見沼区の四区に分割された。前身の大宮町も参照。古代に武蔵区に一宮である、氷川神社の鳥居前町として、また、江戸時代以後は中仙道の宿場町として発達した。大宮宿は、当初、元村、北原、神野城神殿、江門八分、新宿中町、新宿下町、吉木神殿の七、村からなっていたが、 後年は、宮町、大門町、中町、下町、吉木町で構成された。江戸から近い割には、大きな宿場であり、天保14年時点で、人口は1508人で、県内の中仙道の宿場町の中では、本城宿、熊谷宿、河野宿、わらび宿、深谷宿に次ぐ規模であったが、脇本陣は9県と一番多かった。 紀州藩の高場本人も置かれていた。明治維新の1869年1月28日、廃藩地県によって大宮県が設置されたが、県庁は暫定的に東京府幕路町を4丁目に置かれた。8ヶ月後の同年9月には浦和県に改称し、県庁は浦和へ置かれ現在に至っており、結局大宮に県庁が設置されることはなかった。 1883年には日本鉄道の第一期線が開業したが、浦和駅と上尾駅の間に大宮駅は設置されなかった。明治維新以後、街道の役割が低下し、周囲に田畑が広がるのみであった大宮宿の個数は243個まで落ち込んでいたことが原因であった。白石家主らが町の衰退を阻止するため駅の誘致を進め、 第2期線の分岐点に1885年、大宮駅が置かれた。後に、駅北側には、国鉄大宮工場、南側には、大宮総車場などが所在し、旧国鉄も、全国12カ所の鉄道の町の一つとして公認し、一転、鉄道の町として労働者が集い人口が、増加していった。1940年に、県内5番目に、市政施行。 東京都心から3 0トル圏内に位置し、郊外住宅地として、戦後も宅地化が進んだ。1990年代に40万人都市となったが、南側に隣接する県庁所在地であった浦和市、浦和市と大宮市に挟まれる形で存在していた、与野市と合併し消滅した。市政以前の歴史については、大宮町も参照。2018年現在旧市域。 の人口は約51万人となっており、川口市、旧浦和市に次ぐ3番目を維持している。住民基本台帳人口による合併後の旧大宮市域の人口変動。すべて4月1日現在。なお、埼玉市発足後における旧大宮市域の国勢調査で、の人口は2005年では47万2515人。 2010年では487,332人であった。埼玉市名誉市民も参照。埼玉市出身の人物一覧旧大宮市域の出身著名人も参照。ありがとうございます。